お、一郎くん。いや、噂は聞いてるよ。ファン750人。やったぜ。こんばんは、ティモさんです。さあ、一郎スタープレイやっていきましょう。昨日はね、ろくでもなかったんですけども、今日はね、2番ライト一郎、地方球場です。頑張っていこうと思います。さてさて、ホームランがね、全く出ていないんで、ちょっとそろそろホームランでも見せないとね、やっぱりこの、一郎、だからホームラン打たなくてもいいみたいな、そういう考えじゃないんだね。やっぱり一郎だからこそホームランを打ちたいって。そう思っているんだ、我はそう思っているよ。我は。材木材をしてるわね。そう思っているよ、我は。村田か。メジャーリーガー、村田。いやー、カーブはまあまあ、センター前に。はいはい、OK。そっか、3試合連続安打。なんだかんだ打ってんのか。はいはい、好調と言っていいんじゃないでしょうか。さあ来ましたよ、村田。これもヒットになりますよ。うわー、いい守備いい守備。波のショートだったらあれセーフなんだけどな。中島やっぱすごいな。さあ来た。もうストレート狙いですよ、こんなもん。いや、これはセンター前に。これをセンター前にちょこんと落とす。いや、これ盗塁するために。盗塁するためにだ。これは。盗塁するために一回。一塁へ。さあ、来た。来るか？来ないか？グリーンライト出てないか？行ったれ！オッケー！オッケーオッケー。セーフ。オッケーです、オッケーです。二塁走者。お、盗塁するか？三投がまだ決まってないんだよな。いやー、ちょっと怖いな。村田結構球速いからな。スローカーブがあればな。はい。OK でーす。まあ、とりあえず盗塁は1個かましたから。2安打1盗塁。さあ、でもまだまだ。まだまだかましたい盗塁。中前、中前。宮西。来たな、宮西。はい、5位。OK、3安打。はい、3安打です。さあ、盗塁いけるぞ。盗塁いくぞ。まあ、1球目は作るだろう。間違いなく。ほらほら。で、2球目以降なんだよな。こっからはもう。よし、危ねえ。こっからはもう、行くしかない。反応で。いけ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 これに戻る戻る。ああもうまあね、成功回数で言うとそんなにないんだけど、さあここは同点にしたいな。今日は3安打打ってますからね。牽制で死ぬなよ。それだけが一番しょうもないんだぞ。高速スライダー。あ、早いか、ちょっと。はいはい、ストレート狙いで。うわ、危ねえ危ねえ。わっしゃああもういい当たりだと思ったら追い上げです。まあしかし猛打賞か。まあ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 、5打数3安打。調子はね、いいですから。はい、休日です。さあ、そろそろスーパーサブから上がってもいいんじゃないかしらなんて思ってるんだけど、8月10日レギュラーで使ってくんないかしら。ベンチスタートね。レギュラーで使ってくれたらな。2盗塁するのにな、1日。おうおう、レギュラーで使ってさえくれたら1日2盗塁しちゃうのにな。牽制で2回死ぬけどね。牽制で2回死ぬけど盗塁も2回すんのにな。はい、頑張りましょう。さあ、お、いいね、勝ってるね。普通にファンとしてやっぱ応援しますよ途中から。おいおい、
しかせや、ああしかせやって、一郎出しゃらんかい。ここで切り札登場ですね。切り札になってた。きっちり役割をね、果たしたいですよね。果たしますよ。そうですね、この起用に応えたい。いやごめんごめん、切り札とか言ってごめん。でも惜しかったんだよ、カーブ、カーブ惜しかったのよ今。うん、ホームランでもいいんじゃないかっていう当たりだったんですけどもね。ごめん、切り札とか言ってごめん。ネネセス11号。はい、さあ仙台、今日はレギュラーかな、スタメンスタート。よし、来た。やっぱ交流がちょっと上がったからかかんないけど、スタメンが2試合に1回になりましたね。これのおかげでどうにかこうにかスタメン併用になってくんないかしら。てかもうほぼスタメン併用なんだけどな。レギュラーないよな、まだなってないな。大観衆来た。レギュラーでもいいと思うんだけどな。ホームランも3本。しかしホームランの方じゃないんだ、俺の評価すべきところは。セーフじゃない？セーフじゃない今の。え？セーフじゃない？さあバントヒットでもいいな、こうな。最悪犠打にもなるか。それでもいいですね。バントヒット狙いでいくか。いいバントいったよ。完璧ライン上への完璧なバント。さあ音声がちょっとプツプツになってましたんでね、ちょっと飛ばしましたけども、まあ相変わらずね、打ったり打たなかったりですよ。いやなかなかね、このパソコン自体のスペックがもう悪いですからね、もう処理ができてないんでね、そろそろローンでも組んでパソコン買おうかしらなんて思ってね、ちょっともうきついんでね、買おうかしら。パソコン、ノートパソコンじゃなくてデスクトップでも買おうかしらね。でも最近のノートでもいいのかな、どうしたらいいんだろう。さあえのきだ、ホームラン3本。いやこれ落ちないだろうな。うん、はい、さあ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 、ヒット打ちたい、とにかくヒットが打ちたい。イチローさん2割7分3厘、大きい当たりでしたよ。そりゃそうですよ、注意していった方がいい。赤星はそう思う、私もそう思う、里崎はどう思う、注意しない方がいいと思う。おっと、これはごめんな、いい送球だったからごめん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 。いや見事だったからさ、ごめんごめん、俺も見事だなと思ったからもう諦めたのよ。うわーん、強振でもよかったね今ね。えい、あー割と球見えてんだけどな。一塁アウト、スリーアウトです。試合終了です。さあ接戦接戦、えのきだか、どうしようかな、ストレート狙い。よし、オッケーオッケー。ただ点入んねえんだろうなこれな。まあまあとりあえず、よしよし、今日の初ヒットがここで出ました。おお3点、いいね。さあここから逆転されるのがうちのお家芸、そうなる前にまず点を取っておかなければ。森脇だ、乱闘でも仕掛けに行く、佐竹が乱闘仕掛けに行くんじゃないこれ。あ、これは乱闘だな、もうこれは乱闘だ、これはもう佐竹が乱闘仕掛けに行くよ、これはもうこれは乱闘ですよこれが出る頃にはもうオリックスの乱闘はもうあんまりあれかピンとこないのかな。あー負けた負けた、やっぱり勝ってても負けんだなオリックス、勝ってても負けるって最悪だよ、もうどうしていいか分かんねえ勝ってても負けるんだもん。4打数1安打、本当にずっと4打数1安打。
勝ってても負けるか。はい、井口。試合結果はい、アルバース2打数1安打やったね。ファンも地道に増えてるさ。さあ所沢3連戦どうだい伊藤。ここは結果を見てみよう。意外と4安打ぐらいしたりしてね。どうかしら一郎もう4打数無安打怒られちゃうよ。大阪本拠地です。一郎よ、おい一郎よ。いやー、せめてなんかこうね、チームへの活躍となるような、そういったことをしようし。ああ、無安打。これ一郎やばいんじゃない。これ一郎操作せずにやってたらもっと打たないのかな。そしたらそんな感じすんな。私が操作してるからギリギリ、なんかギリギリなのかな。そういうこともなく。さあ今日は何打数何安打かな。一郎2打数1安打まあヒットが出てるのはいいことだ。さあ大阪、さあどうしようかな。8月18日、ベンチスタート。どうかしら、飛ばしてみてもいいのかしら。はい、うん、どうだ。ああ、まあ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 、地道な活動。自由行動日、疲労がひどいな。一回疲労を休ませて、さあ一回休日挟みまして、ソフトバンク戦です。連勝中なんだね、一応ね。借金30あるけど。借金30ってあんた、借金30ってあんた、借金30はなかなかよ。何をしてそんな借金することがあるのと思うよ。原付でも買いたかったのかな。いやー、ちょっとローン組んでパソコン買おうかな。それいいな、分割払いで。さあ行きましょう。2割7分6厘絶不調高橋で、はい、進化難しいぜ。ストレート狙い、あ、意外といいかもな。ストレート狙いでここは長打を狙いましょう。しかしこれはヒットになる。 OK、 長打でしたね。さあ来た、盗塁。はいはいはい、分かってる。はい、落ちんの、もう分かんないよ打球が。チャンス、1、3塁にランナーいるとテンション上がるんだよな。 WBC 思いですわ。遅いか今の。お、危ね、遅いのかな今の。OK、 よかった、ストレート狙いしなくてよしよし、打点打点、よかったよかった。警戒していたんだけどね、残念だよ。スライダーを投げた時点で君の負けだ。意外性のある配球。ああ、追いつかれた。ああ、もう負けだもう負けだ、負けだ負け、良くないですよ。まあ両チームというか、まあうちのチームはいつもなんですけどもね。こっちはもうピッチャーが悪いの大前提でもう試合が進んでいくから、もうたまったもんじゃないさあ来た、変化球、ストレート狙いでもいいんだけどな。うわー、抜けないか、抜けた、よかった、よしよし、盗塁するために、はいはい、オッケーオッケー。盗
盗塁をしなければいけないんだ。はい、危ない危ない。三塁ランナーも滑り込んでんな。 OK。 おーし、危ねえ。ドキドキの一瞬、危なかった。いやー、なんだこの試合結局負けんのかい。もうなんだこの試合は。勝ってても負けるじゃないか。勝っても負けんじゃないかこれ。もしかしたら4対1で勝っても負けですって言われるんじゃないかこれ。オリックス負けでーす何をやってよ負けだ、はあ、さてさて、次だ。ソフトバンク、ソフトバンクで、あ、ちょっと今メールが来たから見ちゃったさあソフトバンク今日はダイヤかな。ヤフオクドームでお送りしております。よう、行きましょう行きましょう。はいはい。さあ今日は勝ってますね。勝ってますけど負けるんじゃないですかね勝ってますけど負けるんじゃないですかね。当たってましたよ。はいはいはい、 OKOK。 さあ盗塁いきますよ。盗塁いきますぜ。まず1球目来るな。こう、はいはい。で2球目も来ると見た。来ない。スライダー来たか。来ないか。おい、あ、あ、危ない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 。盗塁行きたかったな。これ盗塁かましたら怒られるかな。お、これはファールか。これ盗塁かましたら怒られるか。さすがに甲斐キャノンにまず刺されるか。怖いな、さすがに。甲斐から3投をかました選手一覧みたいなやつみたいな。さあ来てくれ。オッケー。うわ、わかんないってもう、わかんないんだってもう。ああいう打球が真正面なのかどうかなんてさ。まあまあまあ、今日もね負けましたけども、まあ、今日も運悪く負けましたけどもね、やっぱ連敗が続きますよ。やっぱり今日も連敗が続くな。はいはい。もう勝ってても負けるもんな。はい、リーグ7位。いや、もっと盗塁かもさないとダメか。リーグ7位。うん、10盗塁ぐらい増やしたいね。もう10盗塁。いや、最終目標30盗塁だから、あと13個かいけっかな。まあでも8月末と9月があるか。いけんのかな意外と。しかしまあミートもどんどん成長してきてね、なんだかんだもういいですからね。早いもんですよ。なんだかんだミートもそろそろ D になるんじゃないかなってそう思ったりしてね。ミートでけえな。さあ村田、 OK。 まず1安打。よしよし。さあ盗塁だな。絶対まず牽制くるでしょ。はい、もう一回くっかな。バットだ。いや、しかしこれはいける。 OK、 コースが良かったね。よしよし。3投行きたいけどな。タイミングつかめれば行きたいな。うんたんうんたんで今測ってんだけど、ワンと勝負だ。 OK、 OK、 ナイスオール。あのセンター返しで帰ってこれるこの脚力よ。これで帰ってこれると思わないでしょ。結構速いよ打球スピード抜けた時点でまだサードの半分も越しなかったからね。そしてこの脚力、イチローすごいね。隙のない走塁。さあ得点圏打率も上がってきたな、打ってるから。
さあ来い、どんと来い。あーやばい、これはやばいぞ。 OK、 打点はついたな。欲を言えばヒット打ちたかったけど。さあ通り込ますか。まず1球目は来るな。はいはい、もうわかるわかる。警戒されている中でこんだけ盗塁かました赤星ってやっぱすごいな。赤星これより警戒されてたろ。これで50盗塁とかかましてたんだからな。やっぱすげえ若星。おい違うだろ作戦がよ。作戦出てないけども違うだろ。絶対盗塁来たぞ今。ちょっとあれは言うか、ランナーが動くときにちょこまかバッターが動くなっていうか、逆ノリさん、ノリさんはバッターがやってるときにちょこまかとランナーが動くなって言ってたけど、ランナーが動くときにバッターがちょこまか動くな。ロメロにきつく言っておこう。ロメロにきつく言っておこう。ツーアウトになっております。はいよ、はい、2安打。はいよ、俺は盗塁かますんだ、俺は盗塁をかますんだ。まず1球目来るだろう。はいはい、もう分かってる分かってる。2球目は来ない。来る。3球目は来ない。来ない。3球目は来る。3球目行くぞ。俺3球目行くからな。おい、 OK OK OK、 覚醒してる。オッケーオッケー、さすがでしょうよ。しゃあ来い。ロメロ、さあチャンス。しゃあ行くぞ。ミートでけえ、ミートでけえな。あ、今のうちはよかったな。オッケー、しゃい、三塁行ってくれ。無理か、盗塁かましたかったな。オッケーオッケー。ミートクソでけえからやっぱ打てるな。クソでけえんだよなミートが。ミートクソでけえ。さあまあ今日も負けかな、今日も負けか、今日も。今日も負けか。はい、さあ来い。はい、くそ抜けなかったか。まあ今日も負けか。ああ今日も連敗だ、畜生。全然勝てないなやっぱりな。あ、ヒーローショーだったんだ、見てよかった。いやもう全然勝てないですねやっぱオリックスね。勝っても負けだもんこれも。7対1で勝っても負けた、これは。もう。お、来た。スーパーサブからスタメン併用。来た。ようやくですか。はい、来ましたよ。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。